が覚めた。おはよう、こうちゃん。なんだかうなされていたけど、大丈夫？怖い夢でも見たの？しおり。いや、なんでもね。ただ、ちょっと昔の。って、なんでお前がここにいるんだ？起こしに来てあげたの。時々様子を見ておいてっておばさんから鍵を預かってたから。インターホンを押しても全然出ないと思ったら、制服のままベッドに入るなんてさすがにだらしなさすぎるよ。制服って、あまた夜遅くまでアルバイトしてたんでしょう。高校生で深夜まで働くなんて本当はいけないんだからね。昨日は結局何時に帰ったの？昨日は、あれ、バイトが終わってからどうやって帰ってきたんだ俺。もうこうちゃんってば。起こしに来て正解だったみたい。ほらシャワーだけでも浴びて、それからうちに来てね。ちゃんとこうちゃんの分も朝ごはんを用意してるから。お前は俺のお袋かよ。散り際だね。でも綺麗。今年は咲くのが遅かったけど、その分長く楽しめた気がするね。ああそうだな。ほらこうちゃんも急ごう。もうすぐ予鈴が鳴りそうだし。ふう、慌てなくても間に合うって。俺は眠いんだよ。少しくらいダラダラさせてくれ。もう2年生になったんだからしっかりしないとダメだよ。それに先生に怒られるのはこうちゃんも避けたいんじゃない？まあな。あ、どうした？ううん、その何でもないの。多分気のせいだと思うから。いいよ、お二人さん。おはよう、こう、しおりちゃん。おはよう、りょうたくんに、じゅんくんも。なんだ、一緒に来たのか。うん、さっきそこでちょうど一緒になってさ。お前らの方こそ、今日も夫婦で仲良く登校かよ。羨ましいね、この子な。誰が夫婦だ、誰が。朝っぱらからうるせえっつの。あら、こうちゃんたら、もしや照れてらっしゃる？バカ言ってんじゃねえ、バカ、このバカ。もう、二人とも相変わらずなんだから。2年生になってまだ2週間くらいだしね。でもまたみんなと同じクラスになれてよかった。うん、本当に。改めて今年もよろしくね。こちらこそ。げ、もうよれ。ああもう余裕だったのによ。とっとと教室に行くぞ。
この問題が解ける人。遠慮しなくていいからどんどん手を挙げてね。くぅ、とわちゃんやっぱ可愛いよな。お前みたいな不愛想なやつのいとこだなんて信じらんねえぜ。誰が不愛想だ、関係ねえだろうが。たく、よりにもよって俺のクラスの担任になるとは。いいじゃない、別に仲は悪くないんでしょ。新任なのに担任を任されるくらい優秀みたいだし、授業もすごく分かりやすいよね。いや、それは結構なんだが。こら、コウ君、授業中におしゃべりしない。違うの、今のはなし。ついいつもの癖で呼んじゃっただけで。やっぱ最悪だ。もうおしゃべりしているからだよ。ちっ、羨ましいやつ。とにかく問題を解ける人はいない。ちょっと先の範囲だし、やっぱり難しかったかな。はい、先生。あ、じゃあヒイラギさん、前に出てくれる？はい。合っているかは分かりませんけど。でしょうか。正解。途中式も完璧だね。よくわかったね。よかった、予習していた範囲が当たってくれたみたいです。それは関係ないような。そつなくこなすな。くぅ、しびれるね。さすがは帰国子女、俺らとは頭の出来が違うぜ。ヒイラギアスカか。まだあんまり話したことはないが。実際ずりーよな。幼なじみだけじゃ飽き足らず、あんな可愛いいとこまでいるとは。ちくしょう、次はナイスバディの若いおばさんでも現れるのか。いねえよそんなの。りょうたくん、最近ずっと似たようなことを言ってるよね。はあ、いい加減聞き飽きたってば。だってまさかのコウくんだぜ。いつもの癖なんだぜ。まあもう何度もうるせえ。大体お前どっちかっつーと年上好みじゃなかったか。あんな子供っぽいのでもいいのかよ。バッカ、トワちゃんはそれがまたいいんだろうが。くそ、覚えてやがれ。こうなったら俺も今年こそはめくるめくバラ色の高校生活を謳歌してやるんだからな。ああ去年は初っ端から散々だったもんな。あろうことか順に。だ、思い出させんな。あれは俺の黒歴史なんだからよ。ちょっと懐かしいね。そういえばこうちゃん、ヒイラギさんと
何かあったの？あ、その勘違いだったらごめんね。なんだけど、とわ先生の授業あたりからずっと目で追ってなかった？それは。へえ。ほう、お前な、まさかと思うが、あの柊さんを狙ってるんじゃないだろうな。今年からこの学園に編入した柊明日香と言います。しばらく米国に住んでいたので日本の学校にはあまり馴染みはありませんが、同じクラスの一員として皆さんと充実した学園生活を送れたらと思っています。どうかよろしくお願いしますね。容姿端麗にして成績優秀、それを全く鼻にかけない明るく爽やかな性格、4月にしてすでに男子人気ナンバーワンの座に君臨しているあの柊さんを。ちょっと競争率は高そうかな。だから違うっつの。別にそんなつもりはねえよ。ただちょっとな。ちょっと？いや、なんでもねえさ。さすがに夢かなんかだろうしな。そういや、俺のことよりお前の方こそ何かあったのかよ。今朝正門のあたりで妙に後ろを気にしてたみたいだが。それは、うん、実は最近ちょっと気になることがあって。気になること？近頃変な気配を感じることがあるの。自分の後ろに何かいるような、そんな感じというか。何か？まさかストーカーか何かとか？多分違うと思う。ちゃんと確かめたわけじゃないから何とも言えないけど。よくわからん話だな。もしかしてあれか、季節外れの幽霊でも出たとか？もう亮太ってば、もう少し真面目に考えて。うん、もしかするとそうなのかも。なんていうか、人の気配とはちょっと違うような気もするし。え、いや、やだなしおりちゃん、本気にしないでくれってばよ。不思議な話だね。ま、とにかく何かあったらすぐ言えよ。バイトがある日だって家まで一緒に帰るくらいはできるだろうからな。こうちゃんありがとう。りょうたくんにじゅんくんもあんまり心配しないでね。ここまで。みんな気をつけて帰ってね。柊さん、号令をお願い。起立。で、さてと、今日のお勤めもようやく終わったことだし、みんなでどこかに遊びに行かね。なんだやぶから棒に。いや、今日は部活が休みでさ、親父たちも商店街の会合っていうか宴会でいねえから結構暇してんだよな。そっか、僕は別に構わないけど。私も家に連絡を入れたら大丈夫だと思う。こうちゃんはどうする？ああ悪い、バイトが入ってる。マジかよ、バイトって昨日じゃなかったのか？ああ今日はレンガ小道のアンティーク屋に呼ばれててな。いつも他のバイトを紹介とかしてもらってるからなかなか断れないんだよ。たく相変わらずだな。コウの家って先月からご両親が海外出張中なんだっけ？1年くらいって聞いたけど、そんなにお金に困ってるの？ううん、おじさんたちから生活費は十分もらってるはずだよね。いろいろ差し引いたら小遣いなんて全然残らなくてな。それに
俺にとっちゃバイトが部活みたいなもんだしな。そうそう、中学の時からこっそりとやってたもんね。おーす、とわちゃん。もう、とわ先生でしょ。でも中学からってアルバイトとかオッケーだったの？そっか、じゅんくんは高校からだから知らないんだ。こうちゃん、表向きはお手伝いとして昔からいろいろと手を出してたの。そうそう、おじいちゃんに何度言われても懲りなくて。しかも昨日はまた深夜までアルバイトしてたんだってね。それはいいですか、コウ君。深夜アルバイトは校則違反です。いとこだからって見逃してあげられないからね。そのうちおじいちゃんに知られちゃっても知らないんだから、ああもうわかったわかった。つうか学校でコウ君はほんとやめてくれ。新曲の発売日、明日と思ってたら今日だった。急がねえと初回版がなくなっちまう。ああ、俺のバカ。
をかけられた。通りかかってくれてよかったです。2年生の教室はさすがに行きづらくて。コウ先輩どうかしたんですか？あ、そうそう、お父さんも先輩によろしくと。ストップ。悪い、ちょっと待ってくれ。すまん、誰だっけ？覚えてないんですか？ああ、ちょっとショックです。でもそっか、そうですよね、最後に会ったのは小学生だったし。ソラです、生島ソラ。ほら、ここのエリューの道場で何度かお世話になった。お前、ソラボーか。じっちゃんのところに修行に来ていた生島流の師範の。懐かしい呼び方。そうです、あのソラです。もうひどいですよ、妹弟子の顔を忘れるなんて。さっきトワさん、トワ先生に挨拶した時はちゃんと覚えててくれましたよ。悪い、しかし驚いたぜ。確か九州の方だっただろ、引っ越してきたのか？いえ、私一人で上京しました。生島流を極めんとするならば、若いうちに見聞を広め、己が修行の場を見出すべし。そんな風にお父さん、師範に勧められたものですから、うん、それで東京組んだりまで。相変わらずの武術一家だな、うん、しかし変われば変わるもんだな。え？ 3,4 年前は髪型も格好もワンパク坊主そのものだったじゃねえか。それがスカートなんか履いて、なんつうか成長したもんだぜ。もう、それは忘れててくださいよ。ソラ、こんなところで何油を売って。ってあれ、時坂じゃない？おう、相沢か。これから部活か？そう、そこの空とね。なんだ、知り合いだったんだ。そろそろ稽古始まるわよ、空。先に道場行ってるからね。あ、はい、すぐに行きます。なるほど、空手部に入ったんだな。そうなんです。今日のところは失礼しますね。そうそう、ここの絵の道場にも週一くらいで顔を出すつもりです。よかったらそのうち組手でも付き合ってください。それでは。やれやれ、こんなところで再会するとは。しかしここの絵の道場か。ま、そっちは気が向いたらだな。可愛らしい子ね。時坂くんも今帰り？ああ、ヒイラギもか。もう帰ったかと思ってたが。クラス委員の仕事で少し呼ばれていたのよ。それでさっきのことはどういう関係なの？もしかして。ちげえよ、子供の頃の知り合いってだけだ。昔じいさんがやってる道場で何度か顔を合わせててな。道場？へえ、時坂くんって武術とかやっているのね。ちょっと意外だわ。ま、最近は全然顔を出しちゃいないが。ん？どうしたの？いや、ヒイラギとこうして話すのもなんだか珍しいと思ってな。同じクラスになってから
まだほとんど話してなかっただろう。そうね、せっかく同じクラスになれたし、改めてよろしくね、時坂くん。ああ。なあ柊、昔どこかで会ってたなんてことはないよな。え？ごめんなさい、時坂くんって意外と面白い人だったんだなって。でも口説き文句としてはちょっとベタすぎかしら。今時ステイツの男の子だってもう少し工夫すると思うわよ。そんなんじゃねえっての。ああもう何でもない、今のはとっとと忘れてくれ。待って、気を悪くしないでちょうだい。そうそう、私の方からも聞いてみたいことがあったの。聞いてみたいこと？昨日の夜のことよ。何をしていたか覚えている？え？なんだ？赤い裂け目、黒い化け物。悪い、昨日の夜と言われてもな、遅くまでバイトが長引いて、その後は。ごめんね、深夜のアルバイトをしてるって噂を聞いて気になっただけなの。バイトもいいけどほどほどにね。それじゃまた明日。ああ、またな柊。